張ります。よろしくお願いします。あのね、今年も、一年よろしくお願いします。お願いします。ダメんだよバカ野郎。ちょっとね、情緒がすごいですけど。ダメんだよ、いや、怒ってんだよ。怒ってる。俺で新年早々さ、家にいたんだよ。そしたら玄関行ったんだよ。ピンポンって鳴ったからね。そしたらね、あのピザが届いたんだよ、ピザが。怒るとこ一個もないよ。いや、ピザが届いたんだよ、頼んでもねえのによ。頼んでないのに来たの。誰がやったんだよ。いたずらだよ。怖いよ。悲しいだろ。悲しいかもしれない。なんだよ、こんなアブノーマルのことやんなよ、お前。誰がやったんだよ。お前が言うなよ、アブノーマル。気楽せえことやってんじゃねえよ。誰がやったんだよ、こん中にいるんだよ。絶対そうなんだよ。まず、いや、お前の家族がやってるかもしんないから。家族はいねえよ、俺には。家族はいない。お前の顔そっくりの妹さんいるだろ。その時はいなかったんだよ。その時は家にはいなかった。言葉のエアーすごいよ、お前。来たから、でも一応食べたけどね。食べたんだ。うどんの口だったけど食べたよ。おうどんの口だったけどね。まあ、そう無理してて食べたよ。ツッコミサボんなよ。おうどんってやっぱりボケてんだから。俺おうどんがボケだと思ってねえから。じゃあ食べたんだよ。食べたんだよ。お茶をコーラにしたんだよ。お茶を何、ピザに寄せてお茶をコーラにしたって言いたかったんだよ。ピザに寄せてコーラにしたんだ。誰なんだよ、誰がやったんだよ。悲しいんだよ。誰かがやってんだよ、本当に。いやいや、お前すごいけど、いきなりピザ来たら悲しいだろ。いや、悲しいじゃん。なんだよ、これ。バカ野郎、この野郎。ドケドケドケ、バカ野郎。いつもここからさん出さないで。いつもここさんじゃねえよ、バカ野郎、この野郎。そうなんだから。まずね、そのお前の住所知らないから。住所ググれば知ってんだろ。出ませんよ。出ません。ググっても出ませんよ、お前の住所。俺怒ってるからパニックになって変なこと言っちゃったよ。だから俺やっぱりその富畑任三郎の見解から。富畑任三郎、富畑任三郎、富畑って言うんですよ。そうだから身近な人、はい、身近な人のハンコなんですよ。なるほど、ね、身近でやっぱり住所知ってる人じゃないとダメなんだよ、ね、なるほど、それはそうだ。身近で住所知ってる人、小宮田にいたところでした。何が何が小宮田さん、小宮田さん、何か小宮田さん。いやいや、あなたでしょ。俺じゃねえよ。お願いします。いや、冤罪冤罪。いや、そうでしょ。じゃあ、おとといの8時半何やってましたか。おとといの8時半、はいはい、まだ家にいました。家で、家でテレビ見てました。立証できる人は。いや、立証できる人は一人だからいないです。小宮田にいたところでした。何が何が何で受け付け。まあ、せめてこっから出ろ。なんで。いや、シャーロック・コミムズの見解。コミムズ。コミどこに入れてんだ。いや、コミ、シャーロック・コミムズ的だよ。お前だと思うんだよ。コミムズ。いや、お前でしょ、絶対。俺じゃねえって。そんな、いや、しょうもないことするの。お前、じゃあ脳楽器はいいから、本当にちょっと認めて。脳楽器はいい。いや、中脇だか、お前。いや、本当にそれはいいんだよ。それはいいんだよ。頼むよ、お前だろ。じゃあ、俺でいいよ。じゃあ、俺でいいってもう。お前んち、スペシャルでピザ頼んだ。お前で、俺でいいって。うわぁ。うわぁ、ダメだ。ダメだ。ダメだ。ダメだって何。これダメだ。ダメだって何。ちょっと待って、これダメだ。いやいや、フリーズしないで、いちいち。ダメだダメだ。相方冤罪、売れないよ。相方冤罪。罪人だよ。罪人と冤罪間違えちゃダメだよ。売れないよ。相方犯罪者、売れないよ。ただでさえ、ただでさえテレビのオーディション軒並み落ちてるのに、これは売れないよ。ただでさえ魔石芸能者の学級会5位なのに売れないよ。いや、そこ持ち出すなよ、お前。てか学級会ってなんだよ。いや、そんなこと言わないよ。それ言わないよ。絶対売れないよ。犯罪者、ザ漫才で犯罪者出てましたか。出てませんよね。ああ、ザ漫才じゃなくてザ漫才でした。確かに出てくる時ザ漫才でしたけど。いましたか。いや、いませんよ。いませんよね。いませんけど。売れたかったんです。売れたかった。もうダメだ。まだ終わってませんよ。いや、売れたかった。まだ組んでますから、ね、もう嫌なんだからね。いや、嫌なんだから。俺売れたかった。もう多目的ホールでのネタ見せはこれごりなんだよ。確かに区民会館を貸し切っての多目的ホールでの、ね、ネタ見せあるけど。ツッコミもい。ツッコミもい。ちゃうちゃう。いや、ちゃうちゃうんだよ。いや、本当にそうなんだよ。何なんだよ。いや、お前頼むよ。いや、俺、まあまあまあ、ね、俺はもう、じゃあピンでやるよ、ピンで。ピンでやる。あ、ピンでやる。ピンでやる。あ、R1 やるよ。どこにハマってんだよ。いや、R1 やります。いやいや、いいですよ。いや、R ピンでやるから。あ、そう。いいでしょ。いやいや、いいよ。ちょちょちょ、お前でもピンでやるよ。あ、お前は。ちょちょ、俺どうすんの。まあ、腐って死ぬか。腐って死ぬ。鼻爆発して死ぬか、どっちか。言葉が過ぎるよ。じゃあ、本当にお願いします。いや、本当にお願いしますよ。もうピンの、あの、芸名も考えました。今考えた。はい。え、なんていう。原始人。いや、もうその人いますから。